柴崎幸さんの手作りの痩せる食材を美腸活専門家の観点から解説しますね。この動画をご覧いただきますと、柴崎幸さんのダイエット法をあなたもご家庭で簡単に取り組める方法がわかるんです。それでは早速本題に入ってまいりましょう。柴崎幸さんの痩せる手作りの食材のそのポイントは無添加であることなんですね。で、理由は添加物がたっぷり入っている食材を食べてしまうと太ってしまうからなんです。例えばよくある人工甘味料ですね、合成甘味料であったり糖アルコールであったり、まあ、その他なんですけれども、まあ、代表的なものはアステルパームであったりアセスルファム K とかですね。であとはまあキシリトールとかマルチトールとかソルビトールも聞かれたことあると思うんですよ。であとはよくまあゼリーとかにも入っているような加糖ブドウ糖液糖などなど、こういった人工甘味料が入っているものというのはあなたの血糖値をですねやっぱり急上昇させてしまうリスクがある。結果あなたの体内で脂肪を溜め込みやすくしてしまうというリスクがあるんですね。なのでダイエットするためには、まあ、こういった人工甘味料、よく糖質ゼロとかですねカロリーオフとか載ってますけれども、実際は良くないということなんです。ですからポイントはこういった人工甘味料などが入っていない無添加の食材を摂ることなんですよ。それでは実際に柴崎幸さんが何を手作りされていらっしゃるのか、それは梅干しなんですね。でその理由は梅干しというのはダイエット効果があるからなんですね。で具体的にはこちら、バニリンと呼ばれる成分の脂肪燃焼効果であったり、ムメフラールという成分が体温を上げてくれて結果代謝がアップして脂肪を燃えやすくしてくれるというこの、ね、梅干しってダイエット食品なんですよね。ただし先ほどお伝えした通り市販の梅干しには人工甘味料がたっぷり入ってますから逆効果なんです。そういった人工甘味料が入っていない梅干しを見つけて召し上がるというのが、まあ、もちろんね手作りが一番なんですけれども、作れないっていう方はそういった人工甘味料が入っていない梅干しを選ぶということがダイエットできるポイントなんですよ。ではここから私美腸活専門家の観点からさらにこの梅干しを使ったダイエットのする方法をお伝えしていきますね。もうすごく簡単ですから今すぐ取り組んでみてください。こちら梅干しダイエット、1日あたり3個召し上がってください。そのポイントがあります。温めて加熱した梅干しを食べることなんです。でこの加熱することで先ほどお伝えしたこのダイエット効果、バニリンだったりムメフラールというこの脂肪燃焼効果代謝アップのこの成分をですね増やすことができるんですよ。でその方法です。電子レンジの場合は500ワットでふわりとラップをかけて、まあ、1分程度加熱で、もしもフライパンの場合はそのまま軽く油とか引かずにですね梅干しをこう軽く焼いてあげれば OK。 でしかもこの嬉しいことに一度加熱したこの梅干しのこの増やした成分というのは冷めてもそのまま残っていますから、ぜひもうあのたっぷりですね一度にこう作っていただいてそのまま作り置きができます。冷蔵庫で加熱した後は粗熱を取って冷蔵庫で保存するのも丸ですから、ぜひこの加熱した梅干しを1日3個美味しく召し上がっていただくことでこういったダイエット効果を味方につけていただいて、あなたもですねどんどん健康的で綺麗に痩せていただきたいと思います。さあこの動画のポイントは無添加でしたね。で今回使う食材は梅干しで、さらにダイエット効果を上げるためには加熱した梅干しを食べましょう。1日3個までですよということでした。さあいかがだったでしょうか。この動画ではこのような様々な健康法、ダイエット法、腸活法をあなたにお伝えしているんですね。でそのことであなたが長期的に健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきましてもどんどんご参加ください。でまた私のこういったお話に対してご質問おありの方はこちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。皆様そちらからですねご登録を直接私にお話ししてくださっていますので、あなたもご必要でしたらいつでもおっしゃってくださいね。
それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。